皆さん、これを指に結んでください。電話をできるようにします。通常をはるかに超えた意思の疎通が可能になります。皆さんは、はあ、私の指示に従っていただきたいのです。はあ、陣中視察と行くか。この辺りは昔から妖精や魔女の伝説が多い土地でしたが、あくまで物語にすぎませんでした。この冬の柵の日の夜、実際にトロールどもが襲撃してくるまでは。これは神がこの村にお与えになった試練です。祈り耐えるしかないのです。他の連中は？私は、今の宇津代の人間は皆間違っていると思います。自分たちが忘却しようとしている者たちにこそ自分たちを救う鍵が隠されているかもしれないのに。その中にお前たち魔女も含まれるってわけか。私のお師匠様は昔この近隣の人里で暮らしていました。ですが人々はお師匠様を排斥し、あの森へと追いやったのです。私、許せません。お師匠様の言いつけでなかったら誰がこんな村。だったらやめりゃいい。言われたから嫌でもやるってのはガキの使いってんだぜ。なんて礼儀知らずで不真面目な人なの。こんな人が私の運命であるはずがない。絶対。それよりセルピコさんや石泥さんたちの方はどうなっているんですか？子供が伝説の霊樹の森の魔女であるわけがない。大方旅の芸人にでも担がれているんだろうよ。
人生き残ったモーガオは自責の念に駆られ子供に紛争させて霊樹の森の魔女だと偽ってると司祭様がおっしゃってたよ。トロールどもは畑を荒らし家畜を殺し、それだけでなく女や子供までさらっていきます。セルピコさんや石泥さんたちの方はどうなっているんですか？先日も家畜小屋の番に当たっていたテッドがトロールに殺され、テッドを助けるため飛び出したハンナは奴らにさらわれました。二人は結婚したばかりだったのに。様は出兵なされて今や城は空っぽ。ましてトロールなんて世まい事のために兵を動かしてくださるとは思えません。我らは座して死を待つより他ないのでしょうか。
自体、私は今でもお止めすべきではと思っていますが、あの笑顔があるならよしとすべきでしょうか。風の精霊、何者にも縛られずどこへでも吹いていく皮肉な私には一番縁遠い。他の連中は？どうしてあの方たちと旅をしとるんだ？俺は武者修行の旅の途中。ガッツの兄ちゃんには剣を教わる契約になってんの。あの剣士さん強いもんな。だろ？あいつこそ怪物を食らう怪物だぜ。憧れとるんだな。利用してんだよ。まあ当座の目標つうくらいにはしといてやるか。こいつらを追っ払っちまうか。うじゃうじゃ、あとこういう時、あなたほど心強い方はいません。こりゃ出れないよ、毎度のことだけど。キリガル、分かりゃしねえ。
邪魔な奴ら。伊沢勝つ、今こそエルフ次元流の威力を知らせるのだ。あなたほど心強い味方はいませんよ。ちが化け物だか分かりゃしねえ。回すなんて人間技と思えませんよ。うちが化け物だか分かりゃしねえ。わかりゃしねえ。Our mission was to rendezvous with a supply convoy.